あ、聞こえておりますでしょうか。あ。じゃあ、この後、始めますのは加藤ちゃんケンちゃん、となっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ランナーは、Z さんで、はい、解説は僕バカンダが、行います。はい、じゃあバカンダさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、なるべく、うまくやりたいと思います。はい、一応計測区間はコントデモでスタートした瞬間から最後のボスを倒して暗転した後名店でストップとなっております。はい、じゃあとりあえずコントデモに入ります。まあ、一応ストーリーがちょこっとありまして、はい、まあ、さらわれたと、電話が来て助けに行くという、まあ、ざっくりとしたストーリーですね。でこれ計測スタートのタイミングどうしましょうかね。はい、じゃあここでいきますよ。大丈夫ですか。じゃあもう一回。今ちょっと。じゃあ行きます。3、2、1、スタート。よろしくお願いします。お願いします。まずですけども、この後ブロックを潰してポテトを回収。まあ、これは後ほど、役に立つ、アイテムとなっております。まずこの使用している志村の、特徴から、説明していきたいと思います。まず足は、かなり速いんですけどもスリップしやすいという、上級者向けの設定となっております。主に、使用していく攻撃方法としましては、キックと踏みつけとおならとなっております。で画面左上にバイタリティというものが映ってるんですけども、ダメージを受けた時と、時間経過で、減っていくんですけども、まあ、道中に置いてある果物を取ったりとかすると回復していきます。でバイタリティですけども、この少なければ、リザルト画面でこのバイタリティが、減少する時間が少なくなるため、できるだけバイタリティが少ない状態でクリアを目指していくのを一応意識はしているという流れになっております。さあ1の2ですけども、一応進むのはまあ基本的には右に進み続けるゲームなので、まあ、右に向かって進んでいきます。まあ、特に説明するところがちょっとないんですけども、一応志村を、使用していると加藤が、たびたび邪魔してくるので、この加藤による運ゲーがなかなかあるところが、そうですね、注意ですね。空間を投げてくるんで、その高さによってちょっとそうですね、タイムロスしたりします。ばらつきがちょっと怖いところですが、ここで隠しブロック出して、ね、そうですね。隠しブロック出すか。でこの後進んでいくと、まあ、焚き火が出てくるんですけども、これ焚き火が当たると即死なので、これに注意して進んでいくと、これですね。でこれで1の2がクリアと。でこの後1の3にも焚き火が配置されてますんで、即死しないように注意して進んでいきます。特に1の3の説明はあれですね、前半の焚き火 と、ですね、1の4へのワープをするところですね。まあ、焚き火を超えたんで第一関門突破ですね。さあここですね、ここから1の4にワープし、このあと、足場がちょっと危ないんですけども突破し、でテクニックの一つとして、ポテトを取った、理由がここで分かるんですけども、おならの射程が伸びるので、先行しておならを置いて敵を倒すというテクニックをここでできたという感じですね。はい、ちなみに、死ぬとポテトの効果がなくなって、おならの射程が短くなります。でこの後1の4、重要なところとしては、ブロックが3つ並んだここですね。ここ落ちると3の1ワープします、まあ、この後あワープゾーンですね。でこの後に3へ選びます。でこれ3面を選んだ、理由としては、3の3で6の4へワープする、ところがあるんで、ワールド3を選んでおります。でこの後焚き火に注意しつつ進んで鳥を越えてそのまま進んでいくと。まもなくエレベーター
で降りて、後半ですね。でここも、ハッシュに対して、先行大きいオナラが、使う場面があるんで何とか撃退していく場面が一つあります。さあここでうまいこといきましたね。あとはですね、上段ブロック壊して隠しブロックを出すっていうところですが、加藤がなかなか邪魔をしてきますね。はい、あーよかった。あま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 あ死なずに行くことが大事ですね。さあ次3の2ですけども、まあ、これも変わらず右へ進んでエレベーターを降りるのが前半の目的ですね。焚き火に注意してまあ、右に進んでるだけに見えますが、かなり難しいですね、これは。でこのあと、まあ、本来死んでいなければ不要なんですけども、まあ、ポテトが入っているゴミ箱があるんですけども、現在、ノーミスなので、取らずに進行していきます。ここですね。はい。でここも、看板を蹴って、隠しブロックを出す場面があります。こうですね、うまい。でこの後も右に進んでクリア。あ、ちょっと安定取りましたね。ちょっと遅いパターンなんですけど、いや一発勝負なんでね、そこはもういやもう死なずになんとか。めっちゃ緊張します。で続きまして3の3ですけども、こちらも右に進んでいってテクニックとしては、沈む足場でまたもう先行置きおならをここですね。おっとミスしましたが、ここは安定を取ってゆっくり待って、うまくいってればさっきのハッシーという敵を倒せていたんですけども、出現と同時に倒せて様子なくいけたんですけど、ちょっと失敗してしまいました。はい、でここなんですけども、6の4へワープするための、まあ、重要なところですね。この後ネズミが、灰色のネズミが2体追いかけてくるんですけども、そのうちの1体を誘導し踏んでハイジャンプすることで6の4を一気に、まあ、最終面ですね、これで。でこの後、鬼畜の、岩が連打が来た後、加藤の攻撃があるんですけども、この被弾を受けつつハエを踏んで焚き火に当たらないように吹きながらあれですね、ダメージを受けつつ無敵時間を利用して進んでいくんですが、この後青い炎が来るのでこれも避けて成功ですね。はい、で6の4の後半へやってまいりました。この後は、ハッシーの実際版が結構出てくるんですけど、ダメージがちょっとでかいんで注意して進んでいきたいところですね。さあここでまたオキオナラのハッシーのコンボがあって無敵だ、時間を利用して進んでいき、でこの後ですが、右に進んでいってお鳥を3回踏んで進んでいきます。で焚き火に注意しつつ、この後ゴミ箱が2つ並んだここで待機をするんですけども、理由としてはこの鳥が2つ、2匹、並んでるんですけども、フォンを出す方の鳥だけを倒して右に飛んでいるだけの鳥を消えないように誘導して、このあと隠しブロックを蹴りで出した後ノリで鳥を先に行かせ、踏んで、あーっとマジかあーすいません、あーもう一回もう一回落ち着いていきましょう。かなり難しいのでこれはもう仕方がないですね。まあ再度チャレンジですね。本来ならばですけども鍵がないと、最後の足場渡れないので、こうやって鳥を出して強引に踏んで奥へ行くという死ぬな。おお、なんとか黒服地帯がちょっと余計なんで、そうですね、大量の渡った先にも敵がいるので、さあ今度は行かせて乗って踏んで、ここですね、これ大量の敵がいて、一番最後のここのブロックに全回復の、ブロックにカレーがあって回復しつつ、加藤と、一緒にラスボスですね、ダブルヘッダーといいます、顔面に6発蹴りを入れると
撃破ですね。おお、撃破できたんで、これでクリアですね。でこの後ですね、暗転した後、明転したらストップで。ストップです。ストップで。ありがとうございます。ありがとうございました。ああ、よかった。よかった。ありがとうございました。よかった。いや、あそこ死んだのちょっと予想外で、上入力してませんでしたね。上入力してジャンプすると助走つけてなくてもハイジャンプできるんですけど、上入力が抜けててジャンプ力が足りずにそのまま落下ですね。もうその先じゃなくてよかったですね。6の3行っちゃってたから。そうなんですよ、6の4の最終地点の鳥を、踏まずにあそこに落下すると、6の3に戻ってしまうっていう。強制的に戻されるんで。そうですね。でこちら Z さんはですね、その6の3への落とし穴落ちたとしても、まあ落ちる心配はないと断言したので僕も解説の練習を一切していなかったのでちょっとホッとしてますね。落ちてた場合は僕ずっと無言でこうやって見る準備してたんでまあ言うて一応僕もワープなしもやってるんで、はい、まあ多少は大丈夫です。よかったですね。でまあちょっとこれ最後にちょっと見せたいものがあるんで、なるべくなら見せたいんですけど、時間は大丈夫ですか。ありがとうございます。じゃあ何でしょうね、まあ、尾行にか、まあ、何でしょう、メモに取ってたこととかですか、はい。まあ、一応1987年にこちら、11月30日に発売されたのが、まあ、一応日本版なんですけども、海外版では JJ&JEFF というタイトルで、まあ、発売されており、まあ、何でしょうね、まあ、プレイする時期が結構 PC エンジンがそうですね、なかなか、まあ、その点で PC エンジン出てんでちょっと敷居が多少は高くなってるのかなっていうところありますね。で版権の関係で VC とかそういうのがなくてっていうかですね、はい、なので VC があるのは JJ&JEFF なんですけども、はい、まあ、海外版の Wii とかじゃないと、まあ、できないと。そうですね、だからもう用意するしかないっていうことですね、本体とそうですね。一応今日、まあ、スーパーポテト行ったら一応売ってたんですけど、はい、なかなかのお値段、おいくら、3980円プラス税というちょっと結構そこそこしますね。結構高えなって。そこそこしましたね4000いくらって。そうですね、まあ、そうですね。あとこのゲーム、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけども、音楽がすごくいいんで、それを目的にちょっとプレイしてもらいたいなっていうのもあるんですけど、こうワープありだとこう地下しか行かないんですよね、基本的に。だから暗い系の音楽しかならないんですけど、ワープなしだと僕が特に好きなのが空の面、スカイ面があるんですけど、すごく軽快な音楽で、ぜひこれもできれば皆さんに聞いてほしかったんですけども、今日はワープありということでちょっとそれを聞けなかった、聞かせられなかったのが残念なんですけども、ぜひプレイしてやってみてほしいかなと思います。はい、今回のタイム、あ、早いですね。8分、8分50秒。あ、まあまあまあ、一応 Z さんの自己ベストが8分3秒ですね。そうですね、はい。まあ、1回死んじゃったんで、まあ、しょうがないかなって。そうですね、まあ、8分3秒、うん。一応コミュニティでは、13名のランナーがいて、はい、まあ、1は Z さんの8分3秒で、まあまあ、僕解説のまあタイムはちょっと遅いんですけど、まあ、6位で、まあ、9分6秒、はい。で一応僕は加藤を使ってたんですけども、やっぱ加藤の特徴は、まあ、一応説明してなかったんですけど、足が遅い代わりにスリップがしにくいという、まあ、初心者向けの、かつジャンプ力が普通に高いってところですね。そうですね、はい、で扱いやすいですね、はい、ですが速いタイムを出す場合はやっぱ志村しかないと、まあ、もうその点でもうやっぱり加藤はちょっとそうですねっていうことになっちゃうんですけども、確かにこの何でしょうね、レコードページで使用キャラっていう欄があるんですけど、志村加藤、志村志村加藤加藤加藤とこの結構名前が並んでるのも結構シュールで面白かったですね。そうですね、呼び捨てなんでね志村っていう加藤って、まあ、使用キャラですから、まあ、うん、志村と言っちゃうのは致し方ないのかな。そうですね。このエンディングは結構長いんですけどね、もうちょっとお待ちいただけると、はい、もうちょっとで出るとは思うんですけど、はい、そうですね、無事、うん、まあ、一回死んじゃいましたけど、まあ、まあ、満足しました。ありがとうございます本当によかったよかった、うん、これで皆さんにも楽しんでいただけたらなと、うん、ありがとうございますね。これです、キノコ国本、この方がスターソルジャーとか、あとは、
忍者ハットリくんとかチャレンジャーとかの音楽を作曲した方ですね、うん、いわゆる昔のハドソンを支えた。そうですそうです、はい、あ、行きますね。もうすぐですね。はい、あれがさあこの後ですね。そうですね、お待たせしました、はい、これをちょっと見せたくて、うん、ここまで引っ張ってしまった。こうですね。 ありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、あ、すみません、ありがとうございます。まあ、この後も RP in Japan よろしくお願いします。ありがとうございました。